重宝されてたっていうか、過保護にされてたっていうか、怪我したらどうするとか、悪い人に連れ去られちゃったらとか、とにかく優しい人たちばっかりでね。それでなかなかこっちに来るって話をした時もすごく反対されて、説得するの大変だったんだよ。そこはまあ意地の張り合いだよね。どちらかが折れるまで絶対にやめないっていう、そういうこと。かなり時間がかかっちゃったけど、で今は晴れて自由に外に出られて行動できるのが楽しくて仕方ないんだよね。うん、分かってる分かってる、大丈夫だから私に任せといて。これから私の活躍をたくさん見せてあげるから楽しみにしててね。それじゃあ私は出かけてくるから、またね。あ、そうだ、一つ言い忘れ。私のことは明石でいいよ、短い方が呼びやすいでしょ。それじゃあね。いざ咲き誇れ。